皆さん、こんにちは。ということで,ですね、えー、本日もやっていきたいと思います。えー、今日もね、勝ちましたと、えー、4対0、完封でね、今日も完封というところで3連勝ですね。で、シアトルを5戦、えー、4勝1敗、ダブルを含めて4勝1敗ということで、まあここは上がれたっていうのは、まあ非常に大きかったかなと思いますね。で、まあ一つでもね、多く勝っていかないともう先はないと、 えー、いう話をしてて、まあ、今月はまあ勝負だろうという話でですねでまたシアトル戦もまだありますしまあ勝っとくのはこの辺で勝っとかないとまずいというところでね、うん、その中でまあ4勝1敗なので良、まあ、かったんじゃないかなというところですねただまあ5勝してほしい状況ではあるしただまあ全部勝つっていうのもね難しい話ですから、まあ、その中でさらに こうね、今エンゼルス6人で回してる話ではあるんですけども、まあ、ダブルもあったりその最後の1人を、ね、毎回毎回下から上げて落としてっていうのでやってるので、まあ、そういう中のローテのこの、ねまあ、ダブルを含む5戦で4勝できたっていうのは、ね、でかいのかなとで、まあ、結局その、ね、ダブルヘッダーの前日ですか翔平、まあ、を休ましたり してねまあメンバーが、えー、ひどい状況で、まあ、負けちゃったんですけどもまあそこはまあ負けたんですが結局ダブルで、えー、基本的にみんな出してで結果的に5戦を4勝できたっていうのはまあその采配がねどうこうっていうのはあるんですけどもそのね試合捨てたのかとかっていう意見もあるんですけども、まあ、結果としては4勝できたのでまあ いいい選択だっったといううになっちゃうわけですよね、うん、勝てばそうなるんですよ。これがまあ負けてたらあそこでね試合を捨ててたからだとかっていう風になるんですけどもまあ結果が良ければねもう何でもいいんですよね結局は。なのでまああのー、まあ極論言っちゃうとトラウトが打ちまくったからこのね、えー、シアトル戦は結構勝てたっていう話になっちゃうんですけどもうん極論から言うとねただまあ その、災害的に、あそこの試合で、まあ、休ませる人を休ませて、その後ダブルでとかね、そういうふうにして使ったっていうね、えー、ことに関しては良かったというふうに多分なるんですよね。4勝できたからね。だからそんなもんですよ。選手がやって勝てば、まあ、OK だし、まあ、そういうふうにね、起用して負ければ、まあ、結果負けちゃうとね、えー、ダメだったってなるだけなんでね。そしてまあ、昨日もですね、 えーまあ、翔平はそんなに活躍しなかったねっていうコメントもあったんですけどもまあ活躍し自分では、ね、ヒット出なかったんですけど、まあ、立ってるだけで良かったみたいな、ねえー、存在感というかねいう話で、まあ、結局ねトラウトのツーランの延長のとこかもう、まあ、あれもねあのシアトルの選択で、まあ、あんだけホームラン打ってるんだからトラウト歩かせるっていう普通思うかもしれないんだけどやっぱり後ろに翔平がいて まあもし打たれたら3点。でまあ、トライトに打たれても2点ですよね。だから3点と2点でもだいぶね延長戦変わってくるし。だからそういう選択もあったと思うんですよね。3点か2点かみたいなね。で、いくらね、翔平が去年ぐらい打ってないとしても、やっぱり去年あんだけ打ったっていうもう記録があるわけなので、そのね、去年46本ですか。打ってなければね、25本とかだったら多分、うん。 トトラウ敬遠だったと思うんだけど、46であんだけね、爆発的に打っちゃってるっていう、もう事実があるから、それはもうなかったことにはできないわけで、まあ、それがちらつくと、やっぱそういう風になるっていう感じですよね。で、ちょっとね、打順、あの試合の話に行かなくてね、申し訳ないけど、打順のね、話で、えー、まあ、トラウトはやっぱり2番がいいんですね。2番だと、3割2分3厘ね、打率が。 で、出塁率が4割9厘、で、長打率は7割3分4厘、で、OPS が1.143と、で、3番になると、打率が2割7厘、えー、出塁率3割2分4厘、で、長打率が4割6分6厘の OPS が790というふうになって、まあ、随分と2番と3番ではやっぱ違うんですよね。で、これはまあ、3番に翔平がいるのと、まあ、 1>, 1番に翔平がいた時もあったと思うし、まあいろいろなパターンがあると思うんですけど、まあトラウト的には2番の方がやっぱ打ちやすいというか、こんだけね、差が出るんですよね、2番と3番では。で、翔平もね、まあ1番が2割4分,分7輪の3割9輪かな。で、4割2分4輪の。4割、あ,あ、違う、礼塁率3割2分9輪かな。 で、OPS が743と。で、2番だと2割5分9厘。え、出塁率が3割4分8厘。で、長大数4割8分3厘。で、OPS831 と。で、3番だと255321480の801というふうになるんですね。で、からまあ1番2番3番。まあ2番3番だったら、まあ大差はないかなっていうところですよね。今のところね。それだったら、まあ翔平を3番にしてトラウトを2番の方がトラウトはまあ 生きてきててててるるよねっっいいう話にななくるんじゃないかなとまあ本当はね、えー、翔平2番トラウト3番の方が翔平は打ちやすいとは思いますよ後ろにトラウトがいるからねただチーム全体として見た時にまあ3番でも2番でもまあそこそこ大丈夫だったら翔平を3番にしてトラウト2番にした方がね全然トラウトの2番と3番では成績が違ってきちゃうのでっていうことでこういう並びにまあ現状はなるのかなと思いますけどもただまあそれだけ 3番にいるっていうだけでまあ、いろいろとね、別の意味で貢献はしているのかなっていうのは、まあちょっとお伝えしたいと。で、前置きが長くなりましたけどもね、今日はローゼンバーグさん先発で、まあいろいろ前、前の予想というかね、試合前、戦前の予想では大丈夫かっていう話だったんですけども、まあ結局4.1イニング投げて、2安打3フォアボール、1三振で無失点と。 でまあ、ピンチねありましたけどもまあそこを抑えてっていうところでねでその後はリリーフはまあ無安打、無フォアボールでまあ守備もいいプレーありましたしっていうところでねまあ完封ですよ、だからまあ先発でね頑張ったし、えー、ねリリーフ陣もこのところねいいよねなのでまあ、結構安定してまた戻ってきているのかなとは思いますので、まあ、この辺はねいい。 いい傾向にね、あるんじゃないかなっていうところですね。で、まあ、打撃はもうトラウトでしょ。21号ツーランということで。いやー、まあ、馬鹿打ちしましたね、このシリーズはね。21号だよ、もう。すごいなっていうところで。この前まで17本とかだったのにね。いやー、すごい。で、スタッシーのね、久々になんかあっち来登校にいいの打ったなっていうイメージ。 最近あんま打たないなってイメージだったんですけど、久々にいい方向にね、ああいう感じで打てたなっていうところで、まあ追加して、でまあ8回は相手のね、えェ、ー、J ロッドがまあちょっとやってる隙に1点ということでね、まあ彼もいい選手になるでしょうけど、まだ若いのでね、ああいうちょっとしたミスみたいなのあると思いますけども、まあ彼は素晴らしい選手にはなるのかなっていう、えー、僕は思っておりますけどもね。なのでまあ結果的には、まあピッチャーが抑えて、まあトラウトが打って、 勝ちましたといいうう感感じじのねね試、えー、試合合が、まあ、ここ何かかっていう感じですか、ね、ただまあトラウトは打つべき人なのでね、まあ、彼が打ってまあ盛り上げて引っ張って、うん、チーム状況も良くなっていけばねいいかなっていうのと、まあ、それにつられて他の選手もね、えー、まあ打ち出してと、まあ、誰か打ってる人がいればその付近の打順の人間はね、まあ、それなりにこうプレッシャーをね感じながら投げてくるので相手も。だからまあ ミスが多くなったりっていうのはあると思うので、まあ、そういうね相乗効果も生まれると思うんでねまあ、だからその付近のウォ、えー、ード今日はまあボードを打ちましたけどもねで翔平もね、えー、いい感じで上がっていってね一緒に上がっていってまあまた、えー、大量に点取れるようなね、えー、打線になっていってくれたらいいかなと思いますねで明日からえー、っとカンザス KC ですねで明日がシンダーガードが先発 で、2戦目デトマーズ。で、3戦目が翔平ですかね。で、明日の相手がブビックかな。0勝4敗。えー、防御率8.36。左ピッチャー。で、2戦目がヘイズリーかな。で、右ピッチャー。で、防御率が3.72と。で、最後がリンチ。左ピッチャーの3勝6敗の防御率が5.19と。まあちょっと左っていうことでね、 どうなんでしょうって感じですけど、エンゼルスエンゼルス的にはね。まあ、ただ、まあねまだマッキーノとかね、えー、いますので、まあ、どっかで左の時に出してくる可能性もあるしね、まあ、もうちょい彼の代表をどうなのか見てみたいっていうのはあると思うので、まあその辺も楽しみかなと思いますね。で、KC はねボビー・ウィット・ジュニア、彼をねちょっと 注目してね、えー、せっかくエンゼルスとやって試合見るわけですから、えー、注目してほしいなと、えーね、思います。で、当初はやっぱりね、まだ若いし、まあね、プロスペクト注目の選手だったんですけども、まあ、ちょっと対応しきれてないのかなっていう感じだったんですけど、最近上がってきてるのでね、もう対応してきたんだろうという,いうところで思いますのでね、やっぱすごいなっていうところですね。 うん、そのまま対応できない選手もいるし、まあ、対応すぐする選手もいるしということで、まあ、彼に注目というところですねで、スターレスを透明ちゃんがオプションで下に行ったという感じになっておりますねロースタームーブ的にはねということになりますでまあねちょっとこれから、えー、もうちょっと翔平を信じてあげたらっていう話なんですけどまあね 最近これをチャンネルを見始めた方もいると思うしまあ前からね言ってることなんですけどもまあ僕の意見なんでねまあ参考というかちょっと聞く程度にして、えー、まあ心臓の弱い方血圧の高めの方はねご視聴を控えていただけたらというお話で、えー、ね思いますのでねで今からしていきたいと思いますでまあ結局ですね何が言いたいかっていうと、まあ、もうちょっと彼を信じたらっていう話なんですけどもまあねやっぱり昨日 えー、ダブルヘッダーノーヒット、でまあ今日も、まあ、ヒットが出なかったですから、まあ今日もね、まあ、その周りのざわつきは僕、今日はは、ね、見てないんですけど、き、まあのうの 1, 週1日ノーヒットなだけでね、えーまあ、その休ませたからだとかね、さらにまあ休養が足りないからだとか、不調に陥っちゃったとか、えー、なんかいろいろな意見がいっぱい、ね、出,てきた出てきてたんですよね。 たかが1日、そしてたまたまダブルヘッダーがあってヒットが出なかっただけですからその前までは連続で、ね、ヒット打ってたわけですしだから別にそこでねそんなに心配することはないと思うんですけどもなんか知らないけどすぐに打てないと大丈夫か大丈夫かってね言う人が溢れてくるんですよね不思議とで前から僕は言ってるけどまあね確かにヒット出てないけど、まあ、昨日なんかそんな内容的には悪くなかったと思うし、まあ、今日はねちょっと まあヒットを打ちに行っちゃってるなっていう当てコンタクトしに行ってるなっていう打撃に見えたんでまあ彼にそれは求めてないと思うんでねもうバーンって振って三振してきた方がいいとは思うんですけどもまあ今日だってそのファールにしてるのとかねまあうまくバットに当ててるのでさほどね調子は悪くないかなと思うんですけどもまあなんかやっぱヒットを欲しがっちゃってるって感じがしましたね昨日まあ9 0だったんで本人的にも気持ち悪いんでしょう。 ただそれをやる必要はないかなって個人的には思ってて。まあそのね、ちょこんって当てて、まあうまいヒットもたまにあるけど、基本長打をね、打ってほしいバッターだと思うしね。だから今日はなんかヒット結果を欲しがって当てにいってるような大気に見えたのでね、それはあんまりやらってほしくないなっていうね。まあその、ツーストライク追い込まれてからとかだったら、まあそれはいいんですけど、うん。 なんか昨日のやっぱ同じフライアウトでも昨日と今日では内容がやっぱ違ったなという印象でね昨日は紙一重ホームランだったのに今日はただのフライみたいなことでしたんでうんまあちょっとねっていうのがあって、まあ、ただそうなったからといって、まあ、結局そのうち打つのでっていうのはいつも言ってるしでピッチャーの時にねまあこの前打たれてあった時にまあなんだろう サインをね、バレていたとかっていう風にね、まあ、う疑う人が出てくるわけですよねでそれはなぜかっていうのは、まあ、僕の解釈としては翔平があんなに打たれるわけがないっていうことによってじゃあサインがバレてたんだっていうことでピッチャーに関しては翔平のそのね打たれるわけがないっていう能力をね非常に信じてる人はいるわけじゃないですかなのになんでじゃあバッターでちょっと打てないだけで大丈夫かってなっちゃうんだろうなっていうね だからバッターもそれぐらいの気持ちで信じたらいいんじゃないかなって思うんですよね。で、僕も本当、僕去年もそうだし、今年もそうだし、まあ黙っていればね、打つよって話なので、もう全く心配はしてません。本当に。うん。で、まあ、結局トラウトだってあんなになったのに、今こんなになってるわけなんで、結局打つやつは打つんですわ。で、毎日打てるわけないわけね。だって向こうだって、 ねえ、こいつを抑えてやろうっていう気持ちでね、じゃんじゃん投げてきてるのを打たなきゃいけないわけだからね。で、正直、1、2、3、4とかに投げてるのと、8、9とかね、7とか、その辺で投げてる球って全く違うわけですよ、まあ。ランナーがいたら別ですけど、それを打っていってなきゃいけない人たちなのね、トラウトとか翔平とかっていうのは。ではその中でやって、まあね、打てないそのタイミングの時もあるさっていうところですよね。だけど、結局、 彼はもう打てなくなったってまた打ち始めてるわけだからね、うん。だからそんなに心配する必要はないし、もうちょっとその信じて待ってるっていう心をね持った方がいいんじゃないかなって僕は思うわけですね。だからもう何も心配しない僕はね、うん。もうず、最近打ってたからこういうなんかざわつきがなかったんですけども、この3試合で打てなかったらまたすぐざわつくんでね、もうちょい信じようぜっていうお話なので、 まあこの意見が、あっそうだよねって思う人もいるし、何言ってんだこいつっていう人もいると思うんだけど、まあだからそうだよねって思ってくれた方は、ね、あ,あそんなに毎日言ってないよねって言ってね、ただそのうち打つよねっていう思考になってくれて、まあね、見てあげたらいいかなっていうふうには思うので、まあそのそうだよねっていう人を増やしたいよねっていうところですね。うん。でもうちょいね、うん、信じた方がいいかなと。だって、 な,なんで応援してんのって話なんだよね。うん。世界一のプレイヤーだと思って応援してるわけでしょ、皆さん。特に翔平だけファンの人なんか多分そうだと思うんですよ。じゃあもうちょっと信じてあげないとダメじゃないのっていうふうには僕は思う。というお話ですね。ということで、まあ、これは個人的なね、極端な意見なので、まあ、参考になるかどうかは知りませんけども、まあそういうふうに見ていた方が、まあいいんじゃないかなっていうお話でした。 え続いてねヤンキースですけども今日は負けましたと、えー、9対重いやーまあ9対重ってすごい試合ですよねでまあ一時8対3とかでね勝ってたんですけどもまあ結局それを守りきれずっていうとこですよねうんまあでもこういう時もあるよねっていうとこですけどもまあでももったいないといえばもったいないけどもまあ結局今日はその ね、盤石のなんだろう、点差があったっていうのもあるんだろうけども、まあ、ここのところね、結構投げてるっていうのもあると思うんですけども、まあ、その辺のピッチャーがリリーフで出てこなかったっていうのもあるのかなと思いますし、まあ、しょうがないかなっていうところですよね。うん。毎日毎日その勝ちパターン投げさせるのは難しいし、うん。ということで、まあ、逆転を許してしまったのかなっていうところでね、まあ、しょうがないかなっていうところですよね。まあ、ということでね、あのー、エンゼルスはちょっと、 だいぶね、えー、だいぶというか、この5戦でね、どうなっちゃうかなっていうのあったし、まあ、2戦目でああいう感じになったんで、やべえなって思ったんですけども、まあ、だいぶ復活したっていう感じでね、で、ま,あ、まだまだ、その厳しい状況っていうのは変わらないんですけども、まあ、ここで例えばね、ダブル2個負けて、今日勝っててもね、えー、負け越してるわけですよね。それがまあ 3勝ち越し、4勝1敗なんでね。と、うん、いうことで、まあ、そういうふうになったので、でまあ、今日負けててもね、あれだしね、だからまあ、良かったんじゃないかなとは思いますけども、まあ、とりあえず、うん、いい感じの5戦だったのかなと。で、まあ、KC、次が休みでシアトルかな、ホーム。なので、まあ、本当は3つ勝ってって言いたいよ。うん、だけど、最低でも2勝はしてねってとこですよね。うん 最低3勝って言いたいですけどもね、それはなかなか難しいから、まあ、最低3勝で、最低の最低の最低限2勝って感じですか。2敗したらやばいよっていうことですよね。うん。というふうに思いますので、まあ、明日からの参戦も注目。そしてま、また翔平がね、いいピッチングするのかも注目。というところでね、えー、本日は終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価ツイッター、ロー、コメントよろしくお願いします。では、お願いします。